名古屋工場は愛知県名古屋市中川区長良,良町一丁目一番地に所在する東海旅客鉄道の車両工場で同社東海鉄道事業本部の管轄下にある。校内には日本貨物鉄道東海支社管轄の名古屋車両所が併設されている。本校では両社を併記するが各項目で名古屋工場については JR 東海名古屋工場名古屋車両所については JR 貨物名古屋車両所と見出しも含め、それぞれに分けて記述する。東工場、車両所は、1890年7月に設立した、関西鉄道四日市工場を前身に持ち、1924年8月21日に、現地に移転してから、94年間創業している、長い歴史を持つ、車両工場である。1987年4月1日に、 国鉄分割民営化により、JR 東海が承継、鉄道事業本部名古屋工場となり、旧工場の組織の一部が分離され、JR 貨物が承継、東海支社名古屋車両所となった。場所は、名古屋駅から南西へ約4キロメートル、近鉄名古屋線黄金駅から積もり駅間、関西本線名古屋駅八田駅間、名古屋臨海高速鉄道西名古屋高線笹島、 ライブ駅小本駅間の線路の南側に沿って位置しており、工場内への入り出場は笹島信号場から行われ、また、関西本線を挟んで東には名古屋車両区がある。東工場は、旧国鉄名古屋工場の大部分を分割ミニエーカにより、JR 東海が処刑して、誕生、同社の在来線12線区の運用車両の全般検査、 重要部検査などを担当、電車を主体として、機動車の検査、修繕を行っている。以前は、浜松工場でも、在来線車両の研修を行っていたが、現在は東工場が、JR 東海唯一の在来線車両の研修を行う、車両工場となった。2014年2月に、JR 東海が耐震化及び設備更新を、 目的とした名古屋工場設備の建て替え、補強などを発表、工場機能は停止しないままで工事を行い、2022年3月までに完了予定である。当社領所は、旧、国鉄名古屋工場の貨車職場、来年期職場、機械加工部門が、分割民営化により分離、それらを、JR 貨物が継承して、開設、土地、建物は、 JR 東海から借用している。当初は自社の電気機関車、ディーゼル機関車、貨車の研修、JR 東海から車両部品などを受託、自社の車両部品を JR 東海へ委託してきた。JR 東海の機関車などが廃車された2009年3月以降は自社ディーゼル機関車のエンジン、液体変速機と貨車の研修に縮小したが、 2014年2月に JR 東海が蒸気の件を発表したため2015年4月にディーゼル機関車のエンジン液体変速機の研修は愛知機関区構内に新たに発足した愛知機関区稲沢派室へ移転それ以降は貨車の研修のみを行っている東工上車両所のこれまでの歴史遠隔を旧四日市工場旧国鉄名古屋工場 民営化後、民営化後の3項目に分けて下記に記述する。1890年7月に、関西鉄道が建設した四日市工場から始まり、国有化後も、四日市で創業し、四日市の鉄工業の発展を大いに寄与した。その後、修繕車両は増加の一途をたどり、敷地が狭い上、立地上、業務拡大を進めるための用地拡大が困難である、ことなどから、 名古屋に近い地域への移転が検討され、1924年8月に現地へ移転した。移転後、1932年に内燃動車研修を開始し、量数が最高に達した1935年には、それまで日数が43日かかっていた修繕が、他工場に派遣するなどして、技術習得を図り、10日間で仕上げるまでに、 技術水準を急速に向上させた。その後、その機動車の修繕技術を生かして1940年に、省営自動車の修繕を始め、1943年には、年20両から年80両までに修繕実績を大幅に高め、自動車職場を創設するまで至った。終戦後の1950年に作業量の減少と、 自動車修繕の集中専門家の方針により、省営自動車の修繕業務は終了した。修繕後は、近代的な研修設備を進めた結果、明日とともに、中部地区の内燃機関の集中修繕工場となり、さらに動力設備、車輪研修設備なども更新、路線の電化が進む中で、1978年11月より、新たに電車の研修も開始し、 以来、中部地区の電車、機動車の研修工場として発展し続けた。1963年に、鉄道記念物の上気動車キハ6401を復元、国鉄末期には、12軽客車のジョイフルトレイン改造を手掛け、1982年3月の、憩い、1983年3月の、お座敷列車。 1985年9月のユーロライナーを担当、そのうち、お座敷列車とユーロライナーでは、両端車の展望車化改造も行われた。遠隔一国鉄分割民営化により、旧工場の大部分を JR 東海が継承、鉄道事業本部名古屋工場となり、翌年、組織変更により、東海鉄道事業本部名古屋工場に改称した。電車や、 機動車の研修の他に、所属車両の改造工事も手掛け、電車、機動車の非冷房車への冷房装置取り付け、1988年に381、系戦闘車のパノラマ化改造と、ギハ8 0系リゾートライナー改造、1989年に165、系、U、U 東海改造、1993年と1996年に、 パレット輸送用に持つ客車間に44型を、トロッコ列車、トロッコファミリー号用へのトロッコ化改造を、2011年に117、軽観光列車、そよ風トレイン117改造などを手掛けた。また、1989年2月と3月に、キハ11系2両の製造を行った。ただし、車両メーカーより構えたいブロックを購入し、 自社工場で組み立てと偽装を行ったノックダウン生産である。2014年2月13日に JR 東海が耐震化及び設備更新を目的とした名古屋工場設備の建て替え、補強などを発表。工事による工場機能の停止はせずに2016年2月から約8年かけて工事を実施する。2017年9月3日には JR 東海発足30周年記念イベント、名古屋工場見学と鉄道をお仕事体験として、応募制による見学会を実施した。遠隔に国鉄分割民営化により、旧工場のうちに職場、一部門を JR 貨物が継承、東海支社名古屋車両所となる。2009年3月までに、JR 東海所属の電気機関車、客車、 貨車が廃車されたことにより、JR 東海との一連の住宅は終了し、自社東海地区所属者のディーゼル機関車のエンジン、液体変速機の全般検査と、第二交番検査 B での整備と貨車のみの担当となった。2014年2月13日に、JR 東海が耐震化及び設備更新を目的とした名古屋工場設備の建て替え、 補強などを発表したことに伴い、2015年4月に、ディーゼル機関車のエンジン、液体変速機の研修は、愛知機関区構内の愛知機関区稲沢派室へ移転、それ以降の研修は、貨車のみとなる。遠隔参考上長を筆頭に、総務課、研修車両課、技術課の参加と、旅客車、職場、部品職場、鉄鋼職場の3職場から、組織されている。 全社参加は、工場全体の総務一般、経費、工事計画、検査修繕技術、品質管理、教育を総括。校舎参職場は、機器偽装、車体の研修、車両部品の研修、臨時区、台車の検査修繕などをそれぞれ担当する。以前は、車体塗装も担当していたが、車体のオールステンレス化によって廃止された。 東工場の担当形式は、電車では211系から最新鋭の313系、特急系の373系、383系、機動車では、キハ11系、キハ25系、キハ75型や、特急系のキハ85系など、多種多様に及んでいる。また、名古屋臨海高速鉄道1000系、愛知環状鉄道2000系、 東海交通事業機派11系の重要部検査、全般検査も受託している。管理課、研修課の2課と、貨車内燃機、機械加工の3職場からなる。開設当初は、自社の電気機関車のサスメタル化オサむ、ディーゼル機関車のエンジン、液体変速機研修、貨車の台車、軸受けメタル加工などを行っていた。 JR 東海所属の電気機関車のサスメタル化、オサむ、ディーゼル機関車のエンジン、液体変速機研修、電車の部品機械加工、機動車のエンジン、液体変速機研修、機械加工、客車の発電用エンジン研修、貨車の車体、台車研修などを、同社から受託していた。自社ディーゼル機関車の電気部品、貨車の輪軸や、自動連結機などは、 JR 東海へ、ディーゼル機関車のオイルクーラー及び、充電発電機などは、外部委託していた。2009年3月以降及び2015年4月の、ディーゼル機関車のエンジン、液体変速機の研修の愛知機関区稲沢発出へ、移転に伴い、それ以降の業務は、貨車の研修のみとなる。また、貨車の空製部品などは、外部委託している。当項目では、 JR 東海の検査担当車両のみを記述。JR 貨物の車両については把握できないため、省略する。ありがとうございます。